お世話になっております。続きを今日もやっていきましょう。3週目の7話ですね。前回1回ねバットになってしまって、で頭からやり直して、選択肢はねほぼ2択なんで、初回とは違ったやつを選んでいったんだけど、家族おばさんと吉尾はどうやっても死んでしまうみたいですね。救うことができませんでした。でその後安明さんもねやられてしまったので、今3人死亡かな。で陽子ちゃんもね命からがら神社から戻ってきたんですが、若干様子のおかしい正美おばさんにちょっと2人で話そうやと誘われてっていうところで区切ったんですよね。続きやっていきますね。じゃあちょっとついていってみるよ。なんだろう。あ、陽子、どこに行くの？ゆかり姉さんも来てほしい。すぐに戻ってきますわ。答えたのは正美おばさんだった。懐中電灯で犯人を見たんでしょって言われてんだよね。開かずの間を出て廊下を進む。そして小さな部屋に入った。この部屋初めてか。陽子ちゃん、さっきの話の続きですけれど。部屋に入るなり、正美おばさんは振り向いて私の手を握った。見たんでしょ？その顔やめてほしいな。私たちが吉尾くんを石段。私たち。吉尾くんを石段から突き落としたの。え？うわ！曲！正美おばさんは美しい瞳を揺らして笑った。犯人だった。だから口止めに行ったのに。はあ、まんまと逃げてくれましたね。ここに来るべきではなかったか。その声を合図にしたように私の背後の襖が開く。誰だ。誰かが私の口を塞いだ。大きな男の手。鉄王子か。男の人だと、まあ和弘さんもいますけどね。ぐっぐっ、声は出せない。正美王さんは私の様子を見て顎をしゃくり上げた。なんて腹が立つんだ。ふふ、苦しいかしら。え、和子おばさんがした赤い靴の子の話ですけれど、陽子ちゃんどう思いまして。え、いや、すげえかわいそうだと思ったけど。あら、なんなんですよその顔は。かわいそうとでも思っているのかしら。いやですね、そんな態度が余計こっちの鼻につくんですよ。喋ろうとすると口を塞ぐ手の力が強くなる。なんか黒魔術的なやつでずっと若さを保ち続けてる赤い靴の女の子なのかな、正美おばさん。息が思うようにできない。苦しい。正美おばさんは冷たい瞳で語り始めた。あなたが死ぬ前に話してあげましょう。バッドか。赤い靴の女の子は生きていたんですよ。もっとはっきり言いましょうか。赤い靴の女の子って、はあ、私の祖母のことなんですね。あなたのおばあちゃんの仕打ちを恨んで、この稲葉家の財産を奪ってやろうと、どうにか親戚に嫁入りしたんです。嫁入り？おばあちゃんがですね、おばあちゃんっていうか赤い靴の女の子が、はあ、我ら稲葉家に復讐するために。かわいそうな人でした。いつもいつも恨み事ばかり言って、嫁に来て少しは生活が楽になったと思ったら、随分姑にいじめられたようですから。まあ正美おばさんは名字も違うしね、稲葉本家とはちょっと外れた分家なんでしょうね、藤村家は。そう、どんどん復讐心が煽られていったんですが、こんな遠縁に嫁いでいながら稲葉家の財産をいつか奪うんだってずっと思っていたようでした。悲しいことですもんね。そんな生き様を見ていた私は、祖母のようにだけはなるまいと思っていました。人の助けになるような生き方をしようと思ったんです。志はね、異様に高い人ですからね、正美おばさん。それで看護婦になったんです。毎日毎日患者さんのことを考えて励みました。でも
時々思っていたんです。人助けなんて言いながら私は自分の家族すら救えないでいるって。実は最近祖母が亡くなったんです、ね、死に顔はひどいものでした。苦しがっているような何かを恨んでいるような顔つきだったんですが、まだ死にたくないと言っているようでした。胃がん、まあがんは苦しいっていうね、胃がんだったんですね。知ってます、ストレスが溜まると潰瘍ができたりしますでしょ。そんな出来物ががんの予備段階として注意される場合があるのですが、その場合出来物が大きくなるかどうか定期的にチェックする必要があるんです、ね、祖母の出来物は年々大きくなってきました。その大きさの分だけ悩んだり恨んだりしていたんでしょうね。祖母の死後レントゲン写真を見ました。大きな出来物に蝕まれた写真はただただ痛々しいだけでした。それを見て私決心したんですが、祖母の無念を晴らしてあげたいって。だから稲葉の家によく出入りしていたわけですけれど、今日和子おばさんがいきなり祖母の話をするとは思いませんでした。それに祖母の呪いを避けるためにお参りをしていたなんて、祖母に謝るというより自分の身を守るためにしていたようじゃないですか。もともと計画していた犯行じゃないんだ。突発的なものなのか。和子おばさんの6話がまた別の話だったら変わってたんですかね。許せないことですわ。そしてチャンスだとも思いました。この辺に住む方って結構迷信深いじゃないですか。和子おばさんたちを一段から突き落として赤い靴の女の子の呪いのせいにするつもりでした。あなたに見られなければ全てうまくいくはずでしたのに。見てないんだけど。ねえ陽子ちゃん、こうは思いませんか。祖母はあなたのおばあちゃんとの事件がなければあんな風にならなかったんじゃなかったって。まあそれはそうだと思うけど、俺も赤い靴の子と同じ立場だったらやっぱおばあちゃんのことは恨むよねって思うしな。まあそうかもしれないよね。確かにそうかもしれない。そんな気持ちが伝わったんだろうか。てかもう一人いいんだよな。もう一人は誰だ。まさみおばさんはこんなことを言い出した。わかるなら邪魔しないでくださいな。しないです。見てなかったし、犯人がまさみおばさんって忘れます。私稲葉の本家に養女に入るつもりですの。え、稲葉の本家。和子おばさんや吉尾が亡くなった今、吉尾が本家なんだよね。この家には跡取りがいないわけですから、他のいとこにその座は渡しませんよ。跡目争いが始まるのここから。稲葉家の、私稲葉のおじさんに気に入られていますもん。稲葉のおじさんって和子おばさんの旦那さん。嫌ですよ陽子ちゃん、すごい目で睨むんですので。大好きな安明さんまで殺されてしまったからしょうがなかったんです。あの人があなたをかばうから。安明さん、ずっとこの話の安明さんでいてほしい。悲しいな。お堂であなたがおとなしくしていたらこんなことにはならなかったんですよ。おとなしくしていたらって、おとなしく殺されてたらってことでしょう。そうですよ。やっぱか、鉄押し。鉄夫さん、すまん陽子ちゃん。私の口を押さえつけていた手がピクリと動いた。聞き慣れた声。あなた方はどういう理由です。あの黒い影は鉄おじさんだったの。そういえば和子おばさんが石段から落ちた時、旧家の庭で真っ先に声をかけてきたのは鉄おじさんだった。確かにそうだった。すげえ安心したのにな。あの時吉尾が落ちた時、懐中電灯に照らされていたのもそうだったかな。そして私が襲われた時にも鉄おじさんは後から客間に入ってきた。すまん陽子ちゃん、自分はまさみちゃんが、はあ、昔から好きだったんだ。幼なじみだったからまさみちゃんがどんな苦労をしてきたかも知っている。だから放っておけなかったんだ。鉄おじ、鉄おじさんの震えが伝わってくる。
そうなんだ。私の口を押さえていた手の力が緩んだ。人一倍倫理観の強い人だからな。鉄おじさんも辛いんだろうけど。でも、まさみおばさんを取ったんですね。きゃあ。生き残ってのはゆかり姉さんだけどな。ゆかり姉さん、俺のピンチに来てくれるかな。怖くて大きな声が出せない。それでも声や物音を立てれば、誰かが気づいてくれるかもしれない。私は襖を蹴飛ばした。やべえ。鉄おじさんは慌て出した。おい、どうしたんだ？この声は。ああ、和弘さん？助かった。和弘さん来てくれた。ゆかり姉さん。ゆかり姉さんへの期待度も結構高かったんですけどね。和弘さん、味方か。和弘さん、助けて。和弘さんは襖を勢いよく開けた。鉄を？何をしてるんだ？押さえつけられた私を見て、和弘さんが鉄おじさんを殴る。強えな。あの鉄おじさん。何するんですの？まさみおばさんを無視して部屋を飛び出した。脱出した。和弘さんに連れられ休暇から逃げ出す。バットじゃないのか。ってことはこれ正規？正規なの？ちょっとまさみおばさんと鉄おじさんと戦うの嫌だな。辛いな。まあ、まさみおばさんは安定のクズさ発揮していましたが、鉄おじとはいえこれからどこに行こう。ここから歩いて行けるところなんて。お堂に行こうか。え、なんで？和弘さんがそんなことを言い出した。なんでですか？だってもう赤い靴の幽霊のたたりっていう説はね、完全になくなったわけですもんね。それは嫌。どうしようかな。ちょっと、なんで行こうと思ってんのか分かんないけど、ついて行ってみようか。そうですよね。一時避難所的な使い方。近くに屋根があるところってあそこぐらいですよね。私はすぐに承知した。石段を駆け上がり、お堂に入る。そこには安明さんの死体が転がっていた。そのままなんか。あ、ごめん。和弘さんが死体を外に出そうとする。いや、それはかわいそうだろう。大丈夫ですよ。そのままで。待ってください。いいんです。このままで。自然に涙が出る。君は優しいね。陽子ちゃんって言ったっけ？はい。あんまり会ったことはなかったよね。まあ俺は君のこと知っていたけど。え？本家に近いこのことくらいわかるさ。和弘さんは私の頭を撫でた。優しい。毎回出てきてくださいよ。7話になるたびに来てくださいよ、和弘さん。急に気が緩む。やだ。今頃涙が。なさきさん、よしお、和子おばさん。みんな、特にいい。安明さん、吉尾、和子おばさんだったからな、この話だと。お参りに行く前は元気にしていたのに。吉尾なんかマジックでいたずらまでして。ああ、おまじないね。安明さんだってさっきまで一緒に話していたのに。うつむいていると、床に落ちた懐中電灯が目に入った。それを拾い、スイッチを入れる。お堂の中が照らされ、たくさんのお札が浮かび上がった。ああ。これあれじゃない。おばあちゃんが書いたお札。なんて書いてあったかがこれでわかるんじゃない？見よう。あそこにあるのは赤い靴の子が書いたお札だわ。何気なしに近寄ってみる。そっちに行くのか。赤い靴の子は生きていたのよね。でもこんな騒動を巻き起こしたんじゃ。赤い靴の女の子のお母さんも、こんなことは望んでなかったはずなんだけどね。あれ？このお札。裏に変な模様があるわ。私は懐中電灯でよく照らしてみた。模様じゃない。これは名前？そこには女の子の名前が書いてあった。そうか。この札は裏に名前を書くようになっていたんだわ。
花ですかね。こんな名前だったんだ。私はおばあちゃんの名前が書いてある札を探すことにした。夜は長いもの。一つ一つ懐中電灯を照らしていく。おばあちゃんの名前が書いてある札はなかった。ないの。でもその代わりに、花と書かれたお札をもう一枚見つけた。おばあちゃんの名前は出てきてないですよね、物語の中だと。陽子ちゃん何してんの？和弘さんが近づいてこようとした。何か隠すように右手を背中に回している。懐中電灯を向けるとそこから光が反射した。え？なんで？金色のナイフの刃。ああごめん、驚いた。このナイフ安明の胸に刺さっていたんだよ。これを使った黒い影とやらの手がかりがないかと思って調べていたんだ。鉄王子さんじゃないのか。和弘さんがナイフを持った右手を出したいやちょっともう信じようよ和弘さんを。驚かさないでくださいよ。驚かさないでください。もう犯人はいいんです。違うのか、犯人は正美王さんたちだった。明日になったらそれを警察に言わなきゃいけないんだろうか。それまで俺たちを無事にいさせてくれるかな、奴らが。本当にどうしてこんなことになってしまったんだろう。陽子ちゃん？どうして犯人はいいの？ああ、あそこでのやりとりを知らないから。話してないのか。和弘さんが私の目の前まで歩いてきた。すみません。話は明日にしてください。明日か。明日なんてないよ。なんでよ。和弘さんいきなりナイフを振りかざした。まさみたちをかばってるつもりか。さっきの話は扉の外から聞かせてもらったよ。でもまさみは甘いよ。あの程度で苦労したなんて言ってちゃうな。和弘さん一体どうしたの。赤い靴の女の子の子供は他にもいたんだよ。え？それも隠し子がな。陽子ちゃん、赤い靴の子がどうして稲葉家を死の間際まで恨んでいたかわかるかい。嫁ぎたい一心で稲葉家の男との間に子を設けていたんだよ。でも捨てられてしまったんだ。それで子供の身柄を隠して稲葉家の親戚の家に嫁いだのさ。あ、違う人のところに行ったってこと。身柄を隠された子供は、なんということだ。俺の母親だ。なんてことなの。おばあちゃんが小さい頃に起こした事件がここまで大きくなっていたなんて。母さんは生まれて間もなく実家に預けられた。一度もばあさんと話すことができなかったそうだ。実は俺と一緒にばあさんに会いに行ったことがあったんだから。他人のふりをされたよ。わかるか、他人のふりだよ。和弘さんに腕をつかまれる。その反動で懐中電灯を落としてしまった。音の中が見えづらい。俺もね、この稲葉家の財産を狙っていたのさ。赤い靴の女の子、ばあさんが果たせなかったことを成し遂げてやる。みんな囚われているな。まさかこんなに早くチャンスが巡ってくるとは思わなかったよ。俺を殺して、で、まさみおばさんと鉄おじさんも、なんでいつもゆかり姉さんだけ蚊帳の外になるんだろうな。まさみのやつが同じことを企んでいたとはな。俺はまさみたちの犯行を口外しないさ。まさみが稲葉家に養女に入ったら金をせびることにするよ。ああ。そのためには、わかるだろう。すべてを知っている君がいるとまずいんだよ。だから、口封じをさせてもらうよ。ごめんな、陽子ちゃんは悪くないのにな。和弘さんがナイフを振りかざす音がした。避けれんのか。どっちだどうなるかわからんな。ゆかり姉さんのところまで行きたいよね。私は和弘さんに背を向けた。急いで走れば大丈夫かもしれない。だー、でも甘かった。すぐに追いつかれ襟首をつかまれた。陽子ちゃん、逃がさないよ。和弘さんがナイフを振り上げる。うわー。
そして私は血にまみれ地面に崩れ落ちた。ダメか。避けるべきだったか。どうなんだろう、もう正規なのかな。まさおばあと鉄おじが必ず敵になるんですかね。今までの傾向だとね、全く分岐してないもんね。まあとりあえず今回ここまでかな。とりあえず一回区切りますけど、次回まあ見てない選択肢を見つつ、またさっきと同じ展開になっちゃったら避けてみる。じゃあそんな感じで一旦終わりますね。